ジャービス、送信機のデータベースをアップロードした。起点は？経路を追っています。ダークテリジェン、みんなを殺す気なんだ。なんとかしないと。奴は治療なんてできない。みんな殺す気だ。これはただの始まりだ。あの、なんだ。飛行経路から見て、あの機械はサンフランシスコ湾から来ています。いえ、それはありえない。エーデーの後、そこは何度も飛び回ったのよ。策略かもしれない。我々の注意をそらすためのな。どうでしょう、残留放射線量等の分析によれば、船は最近になってベイエリアに来たようです。誰も気づかなかったの？ステルスさ、あの時と同じだ。隠れてる。検疫だ。航空機も船の出入りもない。うまく紛れ込んだのね。その通り。今信号を傍受しました。戦艦だ。サンフランシスコに大量の配備が。え？止めないと大勢の人が死んじゃうよ。乗り込むしかないな。行って止める。ジャービス、サンフランシスコへのルートを。承知しました。よし。うん、頭でっかちの友達の死の要塞にロボット軍団、その上さらに艦隊と戦えば正義の味方に見えるだろ。だな。あの、あれ言わないの？ほら、アベンジャーズアッセンブル。あれか、実際は言ってない。少し落ち着きなさい。はい。ジャービス、要塞の位置は？熱源をマップに表示します。ここです。ジョージ君、張り切ってるね。ちょうど熱源の上、テリジェンの発生源。高度を下げろ。カバラと私はメインの幹線塔を破壊する。そう、トニー、発電機を一つでも多く破壊してくれ。信号を遮断すれば艦も止まる。ハルク、道を確保してくれ。どうだ、エイムの格納庫をやったぞ。3つ破壊したか。飛ばしすぎるなよ、スターク。あのな、誰もがド派手に数千年も活躍できるわけじゃないんだよ、ラプンツェル。トニーが寂しがってるみたいよ。そう、こうして一緒に戦ってたのがつい昨日のことなのだ。現在だな、キャップ。操作できる。先にそいつらを片付ける。
ルク、やれ。終わりだジョージ、覚悟はいいな。どこまでもラルクが敵だな。死ぬ時も笑顔だ。アベンジャーズ、僕に続け。敵もガンマ戦の怪物が羨ましいだろうな。あ、アボミネーションがいるけど。あいつはしつけがなってない。世界を変えると信じていた。ジョージ、僕たちは過ちを犯した。その名で呼ぶな。ジョージはしくじったが、モードックは違う。これは直せんのだ。もう戻れない。何が言いたい。制御などできないのだよ。ようやく分かった。破壊するほかないのだ。違う。我々の犠牲は記憶に残るだろうな。みんな、見ただろ。あの信号灯を狙いましょう。あいつの顔をね。俺が援護する。手を貸す。ハルク、クイーンジェットじゃ最後の送信機までたどり着けない。援護射撃がすごすぎて。僕たちに任せろ。前方の扉が送信機の基部に通じてる。僕はハルクについていく。落ちて死なないようにする。いいと思うわ。ちょっと待って、システムにアクセスしてみる。分かった。フォースフィールドの発電機から目を離さないで。波動が黄色くなったら破壊するのよ。キャプテン・ロジャースを殺すな。そうすれば奴らは崩壊する。今のは何言ってるか分かった。おいおい、ハルク、子供も聞いてるんだから、言葉遣いには気をつけろ。無駄なキャプテン、お前はただの市民をやってるに過ぎない。かつての仲間がお前を死に追いやったようにな。それも何のために。お前に憧れている連中は、お前がみんなのために命を落としたことなど知りようもないのに。あいつもだいぶ悪役の一人語りが上手くなったもんだ。5年も練習してるもんね。カマラがお前に似てきたぞ、スターク。後で取り組む。フィールドの発電機を開けたわ。キャップ、シールドを破壊して。ありがとう、ナット。
防衛シールドが落ちた。ナト、扉の方はどうだ。ハッキングしながら戦うのは大変なのよ。そっちは楽しんでないの。あれが見えるか。あのアダプトイドたち、インヒューマンの能力を持ってるよ。見えてる。あっちはキャップに任せましょう。リセが見えるように導く。ヒーローどもの時代は終わった。攻撃態勢。あのジャガイモ頭、まだ喋ってるのか。大丈夫か。俺が太ったって言いたいのか。そういう意味じゃない。こっちはスーパーソルジャーじゃないんだ。トニーがプチ断食に挑戦してる方にかける。私も乗った。目標を通して。手を頼む。送電室にいる。最後の送信機に電力を送ってるようだ。安全装置を探して。エイムだって修理の時には電源を落としてるはずよ。